はい、今回はコース作り。まあ初心者用が終わって一つちょっと難しいコースを作ったんで、次はね中級のコース。はい、というわけでコースの解説から。まずはい、壁キックのね初級はもうできたんで、次は中級。初級の時は一番初めの壁キックを失敗しても、ここね地面作って死なないようにしてたんだけど、まあ、今回もう中級なんで、いきなりこう初めの壁キック失敗してももう死ぬっていう、そういう感じになる。まあ壁キックしながら上がっていって、まあ高さとかミスるとここねパックンに直撃して死ぬと。でもね実はこれ普通にね飛び込んでもね、ちょうどパックンには行かないようになってるんだよね。こんな感じでほらパックンいるけど実はねパックンに当たらないっていう。まあこんな感じでね、基本的にはマリオを実際に飛ばしてそれの位置に合わせて壁作ってるから、気持ちよく駆け抜けれることを考えた壁キックステージ。じゃあとりあえずクリアまでね行こうかな。トゥン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 トゥ、基本コインちょうど取れるようにしてるんだけどね、まあ1個ぐらいはずれちゃうこともね。こういうふうに基本的にはこのコインの後についていくと、こうここで死ぬと、コインについていくとここで死ぬようにできている。こうクリティカルな殺しポイント、やっぱりねこういう絶対殺すゾーンを一つ、そう一つだけでいいんだよ絶対殺すゾーンは。特にねこのステージはね序盤気持ちよく走れるようにしてるから、ここで一回死んだとしてもそんなに言うほどね腹立たないと思う。2回目は絶対引っかからない仕掛けだし。でこれをした後にここ最後、まあ初めから行くけど、こうジャンプオン、ういこんな感じね。でこう飛んで、こう飛んで、こうでこれこのまんま駆け抜けて、ここから大ジャンプするとちょうどゴールできる。でご覧の通りここ上で殺した後にさらにここよ。こうやっちゃうとどうなのかと、クリティカルに殺すゾーンは一つにしておきたいっていうね。ここの中間にもコインあっていいかもね。こうして、あここじゃダメだね、もう一個手前か。殺すならこの辺か。あれもう一個手前かな。ゴールできちゃうじゃねえかゴールできちゃうわ。こっちか。難しいもんだね。意外に来ねえな。ゴールできちゃうな。まあイメージはわかるよね。こっちでクリティカルに殺す場所を作ってんのに、さらにもう一回殺すのかよっていうのをしちゃうとね、こうこのステージのねイメージがね、もうここでクリティカルに殺しとくとここがすごいイメージに残るんだけど、さらにその後こっちで殺しちゃうとこっちなのかこっちなのかどっちがイメージに残るっていう、記憶に残るコース作りをしたいんであれば、やっぱね殺しは一つまでっていう。そういうわけでここちょっとこの辺にもう一個コイン欲しいな。
最後の微調整だよね、いわゆる。うっと、こう、よし、あ、こっちじゃないって。ここだな。この2枚、ここ2枚でいいかな。はい、というわけでこのマップはね、俺は全然簡単だと思うんだけどね。ここも降りるときに失敗すると死ぬようにできてるし、ただね、結構ね、やってる人死ぬんだよね。ちょっと前に作ったステージでもね、クリア率 5% とか低かったりしたから、これぐらいで 10% ぐらいになるんじゃないかなっていう。中級は 10% から 5% の間ぐらいを目標に作りたいかな。ちなみにこのマップを難しくしたかったら、これね、ここ、これ、もうこの時点で見ての通り、ここを削っちゃえばいいんだよね。こう、この時点で成功率がね、半分以下まで一気に落ちると思うよ。ギリジャンじゃないとここそもそも届かないしね。ほら、もうこの時点で、ほら、もうむずいもん。ほら、もうよし、できるんだよ。でももうこの時点でむずい。で、ここをこれ1個下げて、これここに持ってきた時点で、これこうしないとクリアできなくなるから、スピンを入れないとクリアできない距離にした時点で難易度またすごい上がる。そもそもスピンジャンプ知らない人結構いるからね。はい、というわけで難易度を単純に上げたいだけならこの程度でいいんだよね。でもそれをするとやっぱり何をさせたいのかがね、コンセプトが狂っちゃうから、今回はこうやって気持ちよく壁キックしながらクリアできるんだけど、こう一箇所だけ罠があると、そういうコンセプトなコース。はい、ということでこんなステージでアップしましょう。上書きセーブ&投稿。はい、クリアチェック。壁キック中級、コインの道にご用心。一応コース名でね、警告はしてるんだよ。まあぶっちゃけ簡単だよね。序盤はコインの道を気持ちよくこう伝わっていくんだけど、こう最後までコインに従うと死亡確定と。で、一回ここさえ分かればもう飛び抜けてむずいところはないから、あとはもう駆け抜けてくださいと。はい、どんどん駆け抜けてください。じゃーん、ゴー。まあ簡単だよね。多分ね、これでも結構死ぬよ。みんな結構死ぬと思う。で、一応中級コースってことなんで、5面から始めようかな。これ5の1ってことで。5-1。で、壁キック中級までは入れなくていいかな。コインの道にご用心。何ぬねの何よ。このキーボード使いにくいな。やっぱローマ字変換だよね。よっ、オーケー。
はい、というわけでコース投稿、腹筋腹筋腹筋するときはちゃんとね膝を立ててやりましょう。膝を伸ばすと足にも負担がかかってしまう。はい、投稿完了。はい、というわけで今回は中級コースの第1弾。中級コースはだいたい 10% から 5% ぐらいを目標としたコースで作っていきたいかなと思いますので、次のコースをお楽しみに。